い、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加陽まりのです。今日はですね、世界で大流行中のコロスケウイルスについて、まあ、なぜ陰謀なのかというのは皆さんがね、そっとさせていただきたいんですが、コロスケウイルスについてですね、まあ、ちょっといろいろと皆さんご紹介したいこともあるので、ね、ちょっと動画語っていこうと思います。ちなみに、ね、日本はね、急に感染者が増えて、私は陰謀説じゃないですけれども、オリンピックをやるために、感染者を、まあ、少なくね、発表していて、まあ、日本は東京はね、安全な国ですよっていう、安全な街かっていうのを世界にアピールするために感染者数を公表してなかったんじゃないかと思います。でただオリンピックが、まあ、延期されるということが、決まって、一気にね、こうやって今日は100人感染とかね、急に報道され始めたんじゃないかなと思っていて、その報道とか感染のね、拡大のね、人数の拡大にはね、すごい違和感があるなと思っています。だってイタリアとかね、ヨーロッパ各地ではもう何千とね、公表されているの、日本だけね、なぜか東京はね、何百人何十人とかね、地方だとそれぐらいしか公表されていなかったので、すごくね、違和感があったんですが、まあ、急にね、ここに来て一気に増えて、いろんな報道がされているのは少しね、どうなのかなとも思っています。最近はね、阪神の藤浪選手がね、コロナウイルスにかかったとか、外国ではね、なんとあのイギリスの首相のボリス・ジョンソンがね、コロナウイルスにかかってしまっているっていうね、ニュースがあって、まあ阪神の選手、比較的に若い、そしてスポーツ選手でもかかるというので、本当に油断ならない病気だなというふうに思っています。で、ちょっと前置きがなくなってしまったんですが、この、まあ、コロスケウイルスの影響でやっぱりこう飲食業界だったりとか観光業界はね、本当に、大打撃を受けています。で、今日も私もね、知人の飲食店の人、あの飲食店経営の人とよく話すんですけれども、本当にですね、キャンセルがもう金土日と全てね、団体がキャンセルになって厳しいというような話を聞いています。で、そういったね、まあ、中小企業、コロスケウイルスのね、影響で打撃を受けているという中小企業の方はぜひですね、検討いただきたいんですけれども、経済産業省のホームページでですね、これの、経済支援というのが、発表されています。アメリカではですね、このコロスケウイルスによってですね、経済が、まあ、なんていうか低迷しないように、まあ、補助金という形で経済支援として、200兆円の、予算を入れています。で、日本でも60兆円規模で、経済支援を、ね、していこうという働きがあるんですが、今ですね、現状では、1.6 兆円の、資金繰りの支援というのが決まっています。でこれ経済産業省のホームページに載ってるんで、どんどんね、日々更新されていくので、事業主の方はぜひね、チェックしていただきたいと、思っております。で、まあ、その中で 1.6 兆円の資金繰り支援があって、信用保証というのが 2.8 億円あります。でこれはですね、銀行に対してですね、国が、2.8 億円の程度でですね、保証していくということで、まあ、銀行は貸ししぶらないようなね、そういった対策も、一緒に行っています。で実質無利子の融資があったり、するので、このあたりはですね、ぜひ、経済産業省のホームページを見て、補助金とかね、たくさんあると思うので、そういったところをね、どんどん有効活用していきたい、いってほしいなと思います。であとはですね、テレワークとか IT 設備投資というのも、あって、今ですね、やっぱこうテレワーク、自宅でですね、仕事を、まあ、してくださいという要請が非常に、ね、強くあるんですが、私業でね、税理士とかね、司法書士とか、私業事務所で少しテレワークというのが問題になってまして、どういったところで問題になっているかというと、司法書士事務所というのはですね、法人であれば別なんですが、個人事務所としてはですね、一つの事務所しか持ってはいけないという規定があるんですね、私業には。で、まあ、複数の事務所、一つ私長田町事務所やってるんですが、長田町事務所やってる私がですね、例えば錦糸町とかね、まあ、違う全然違う地域で朝なぎ事務所というのを、看板掲げてやってはいけないという決まりがあってですね、そういった決まりからですね、このテレワークというのはどうなんだというね、実は議論があります。司法書士がね、ひたすら事務所ではなくて自宅で、個人事務所の従業員がみんな自分のね、各々の自宅でね、事務所作業をしていくというのは、一事務所の原則に反するんじゃないかとか、そういったね、ちょっとなんていうんですかね、感情とか
世間の流れとは逆行して法律論だけで考えると非常に不自由な規定があって、このテレワークにはね、資料の、まあ、仕事の在り方とテレワークというのは今ねすごく意見が対立しているところであります。まあでもね、普通の会社であればテレワークをね促進して、いってコロスケウイルスの、ね、感染か拡大の阻止に努めるというのはもうやっぱりあるべき姿だと思うので、これはね、やっぱりこういった新しい働き方でやっていくというのが、いずれも支持される方法なんじゃないかなと思います。それから、雇用調整助成金というのがあって、これはですね、例えば、まあ、今日もね飲食店経営の知人と話してたんですが、まあ、売上がね非常に下がって、困難である経営が困難な時に、まあ、アルバイトとか従業員事業規模を縮小すると、やっぱりこう従業員とかをね、まあ、切らないといけないというか、まあね、休ませていかないといけないというところで、それに対する、まあ、助成金というのも、つくようになっています。なのでね、この辺はちょっと概要でしかまだ説明できてないんですが、皆さんね、さまざまな業種あると思うので、当てはまると、当てはまる方もね、多くいると思うので、ぜひね、助成金、補助金というのは、利用していただければというふうに思います。そしてですね、まあ、何よりちょっとね面白い話があって、今ですね、まあ、これとはちょっと別の話になるんですけれども、飲食店とかですね、飲食店とかといえば、まあ、飲食店が主なんですが、今やっぱこう売り上げが非常に下がっているところで、まあ、家賃を払うのが本当にもう家賃でさえ厳しいという飲食店も多数あります。でそこで、家賃のですね、減額の請求というのが、ものすごくですね実は流行っていまして、飲食店を経営されている方はぜひね、試してみる価値があると思うのでご紹介したいんですが、家賃がですね、まあ、ちょっと厳しいというところで、まあ、契約なので家賃は貸主管理主の契約なので交渉というのはいつでもできるんですね。で家賃の減額請求権というのも、あります。まあ、反対にですね実は貸主にある増額請求権というのも実は法律上あるんで、実際このコロスケウイルスの影響で、多大なる、ね、損害を受けていて、家賃を、ね、ちょっと減額してくださいっていう交渉をすると直ちに認められているというケースがね非常に今多いです。やっぱりですね貸している側も、今やっぱり出ていかれるというのは非常に困るというところと、借りている側もこのままの家賃が厳しいというところが、今ちょうどねマッチしている状況なので、ぜひねちょっとこう飲食店経営していて、まあ、ちょっと補助金もね申請から少し時間かかると思うので、今できる手段としては家賃の減額の請求という、まあ、減額交渉ですね、これがまあ一番、皆さん飲食店とか、まあ、こういったコロスケウイルスの影響で打撃を与えられている企業にとっては、すぐにできる手段なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね皆さん、この家賃の減額交渉というのは一度やってみてはいかがでしょうか。飲食店もね本当に厳しいと聞きます。今日も一緒にね、知人飲食店経営している知人と話していましたが、やっぱりこの3月とかね4月で歓送迎会とか、多くのこうイベントが中止になることによって、団体の予約が全てキャンセルになっていると。飲食店やっぱ団体が客が来ないっていうのは非常に厳しいということを言ってました。その証としてやっぱりですねランチは人が入るそうなんです。なんですがやっぱり夜ね、一般の個人の客の客足は、まあ、さほど少し減っても、まあ、さほど変わらないみたいなんですが、団体がいなくなるということだけで飲食店はもうやってもいけないような状況に陥るということなので、ぜひですね、こういった飲食店がね、ちょっと今大変な時期ですけれども、継続していけるように、いろんなねちょっと情報を提供できたらいいなと思って今日は動画を撮りました。ということでね、負けずに頑張っていきたいといきましょう。ということで今日は以上です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。